日本語に興味持ったんですかっていうと、いつ頃から勉強してますかっていうこととか、その辺ね、その辺をお好きなのもう一回聞かせてください。はい、はい、あ、もう撮ってるもんですよ。はい、あ、わかりました。わかりました、はい。まあ、僕はいつもいいです。はい、じゃあまずインネさん、お名前インネさん。インネさん、はいはい、インネさんはどうして日本語を勉強しようと思ったんですか。日本語が面白いだと思ったから、うん、日本語を勉強し始めました、うん、そしてその日本の文化と、まあ音楽も日本の音楽に興味があったから、その歌詞を分かりたかったから、うん、はい、文学と音楽、はい、文学、あ、文化ね、あ、文化、あと音楽も、うん、あ、そうなんですか。あ、音楽って例えば誰、ビジュアル系ですね。ビジュアル系、ラルク・アンセルとかする、はい、そう。あ、本当にそうなんです。それは YouTube とかですか。はい、まずは YouTube で、今はネットで買うことができたから、うん、CD とか DVD。あ、はい、そうなんですか。え、じゃあニコラさんはどうして。私は、サムライに興味ありましたから。サムライね、はいはい、はい、これから、それから日本の文化にもちろん興味がありました。歴史も、それから、日本語で勉強したかった。サムライはどうしてサムライのことを知ったのですか。武士道から。え、何から。武士道。武士道、はい、武士道ね、はい、すごいことから、武士道っていう有名な本がありますけど、その本ですか。はい、いえ、はい、でもその時、本が知りません、でも、武士道がしました。例えば映画で見ました。映画とかでね、はいはい、あ、本当に。映画はどんな映画で武士道を知ったんですか。ザトイチが。ザトイチ。ザトイチ。あ、ザトイチだ。ザトイチね、はいはいはい。なるほど。どうですか、さ、そこそこさ。じゃあ、それで、イネさん、それで日本語はいつから勉強してますか。自分で13歳から勉強し始めました。うん、ちょうど高校生くらいの時、ちょっとやめた。で、このサラエボ大学のコースが始まったから、3年間ぐらい勉強します。うん、なるほどね。え、今は大学生なんですよね。はい、大学何年生ですか。あ、5年生。今マスター。はいはい、そうですか。一人で勉強してた時はどうやって勉強しましたか。インターネットでも、その時そのスマホがなくて、アプリもなかったから大変だった。インターネットをどうやって使いました。なんかインターネットの、例えば日本語を勉強するウェブページがあった。はい、でも英語で。名前覚えてますか。いい。あ、そうか。何でも、Learn Japanese とか書いて、何でも見ました。ああ、なるほどね、そうですか。ニコラさんは、その後は自分で勉強したの、それともいきなり。私は、19年から。19歳。はい、19歳、うん、すみません。あ、大丈夫、大丈夫、はい、でも私はその時、ロゼットストーンというプログラムを見ました。あ、はいはい、そうですよね。ちょっとインターネットのいろんなサイトを使いました。あとで、2009年に日本の大使館にコースに行きました。あ、はいはい、あ、それはその留学生が教えてたっていう、なんか家村さん、はい、ゆかり家村、ゆかり家村さんが教えてた、はい、あ、そう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 、わかりました。あと、イネさんは、ごめんなさい、日本に行ったことがあるんですよね。はい、去年に行きました。それはどうやって行ったんですか。未来というプログラムがあって、大使館から連絡が来て、もし興味があったら日本に行きたいと思って、長さ何ヶ月ぐらい。1週間だけ。あ、1週間か。そこそこ。日本のどこに行きましたか。まずは東京、で、
3日間ぐらいホームステイがあって、ホームステイは大阪の高槻でした。で高槻は大阪と京都に近いだから、大阪にも京都にも行きました。すごいね。そうですか、はい、何が一番面白かったですか？全部全部本当に行く前ちょっとファンでした、ずっと好きだった日本が私が想像したようにじゃなかったらどうするか。でもやっぱり全部すごいです。あ、本当ね、すごかった。なんかスピーチコンテストにも出たんですよね。はい、結果はどうでしたか？優勝しました。あ、そうですか、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。何を話したんですか？おもてなし、その日本、日本に行ったその経験について話しました。あ、なるほど。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、ニコラさんは日本に行ったことはありますか？あります。あ、そうですか。はい、行ってみたいですか？はい、うん、なるほどね。はいはい、わかりました。じゃあ今度はもし機会があったら、どれ日本で勉強したいですか、それとも働きたいですか？はい、来年教えてみたい。はい、じゃあ頑張ってください。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいませんね、緊張しました。